大涌谷と冠が竹箱根ロープウェイから見た大涌谷大涌谷は神奈川県箱根町にある箱根火山の火山政治滑りによる崩壊地形。箱根火山の中央加工級である冠が竹の標高800メートルから1000メートルの北側斜面にあり、地熱地帯で活発な噴気地帯でもある。箱根火山に多数ある噴気地帯の中では最大規模のものである。 大涌谷は2回の過程を経て形成された。約3100年前、箱根火山で水蒸気爆発による山崩れが発生し、堆積物が溜まった。さらに、約2900年前に小規模な火砕流が発生、冠が竹ができ、また火山採設物が積もった。この火山採設物と山崩れによる堆積物の間が現在の大涌谷となっている。 大枠谷からゴーラ付近にかけての地下には、噴火によって生じた長報型カルデラの直径 3km 程度の陥没構造が複数あるとされ、この地域の研究を行った1万年和吉は、ゴーラ潜在カルデラ構造と呼称している。火山性地震回数の推移江戸時代に地獄谷や大地獄と呼ばれていた大枠谷だが、明治天皇皇后の行幸景に際し、 1876年9月5日に解消された。かつては、噴気口を自由に観察することができたが、1970年4月27日、修学旅行で、噴気口の見学に訪れていた児童の列に落石が襲い、一人が死亡する事故が発生した。1983年、箱根ロープウェイを利用し容易に訪れることができる、富士箱根伊豆国立公園。 大枠谷園地として整備され、観光用に噴煙や黄を見ることが可能となった。ただし、黄の採取は原則禁止され、火山ガスが噴出しているため健康上の注意が必要とされている。一方、地熱を利用してできたゆで卵が販売されている。このゆで卵は、当地の温泉に含まれる黄と鉄分が結びつき、黒い硫化鉄となり、卵の殻に付着して、 殻を黒く変色させることから黒卵と呼ばれる。黒卵は1個食べると7年寿命が伸びるという触れ込みで軽食土産として人気が出た。2014年4月17日に開設された箱根ジオミュージアムでは箱根火山の成り立ちを知ることができる他噴気地帯特有の地衣類であるイオゴケなどを観察できた。噴気地帯放出熱量は8.76106カロリー。 秒で、箱根火山全体の26.3%を占めるとの報告がある。また、豊富な自然噴気のほか30本に余りの屈作井戸からの熱噴気と地下水を混合して温泉が造成されている。温泉造成にも流用されるが、噴気を減少させる目的で人工的な噴出口の掘削が行われることがある。 例えば1954年には1910年の地滑りの原因となった付近と想定される付近の火山ガス圧低下を目的とし約100本の掘削が行われた。かつては摂氏100度以上の加熱水蒸気が噴出していたが人工的な噴出口の掘削により消失したと考えられる。なお、ボーリング掘削口は閉塞しやすく追加掘削も行われる。 1960年代に地質調査所により複数地点を対象として行われた調査結果によれば、噴出温度は摂取95度から摂氏143度、成分の約98%は水で、他に硫化水素、二酸化炭素、アリュー酸ガスの多微量の単体ガス成分として、水素、窒素、ヘリウムなどが含まれる。またガスを凝縮した水分は、 pH1 から4と強い酸性を示し、硫黄イオン、塩素イオン、鉄イオン、カルシウムイオンなどを含んでいる。2013年には箱根火山で群発地震が発生したが、この一連の地震に伴い従来の噴気域と異なる場所で新たな噴気が生じたほか、ガス成分の変化が観測されている。この新たな噴気域の拡大に伴い地熱の上昇と、 樹木の古紙も報告されている。ありがとうございます。